みなとくん、お待たせー。どーん。はい。じゃみなちゃん、いただきます。はい。うん、どうぞ。はい、今日は、人参と鶏の炊き込みご飯とブロッコリー、鮭照り、チーズのお肉巻きと、パプリカ、カラビーマンのバター醤油でーす。揚げたことない？全部揚げたことあるかな？鮭釣りがどうだ？これ汗かいてるのなんか。そう、汗かいてるのこのなんか。おつといしたから汗かいちゃった。言ってないじゃん。ちょっとしか言ってないし、もはや行った時じゃないよね、汗かいた、うん、買い物。買い物行った時、もう行ったのもだいぶ前じゃん。そうだよ、朝で朝買い物は。ここで出てきた、うん、はい。あ、どうしましょう。みーちゃんどうするの？選んでもらう？何がいいって、うん、選ぶようなことないけど、どうやって巻くんだっけ。たぶんね、なんかこんな感じでこうやって巻いて、あ、うん、ママやる？どうする？うん、はい、ママやりたい、ママやりたい。じゃあ、はい、ふみちゃん、今日はね、トルティーヤ、あ、トルティーヤを、ね、いろんなお野菜と、お野菜とかと巻き巻きするよ。うん、ふみちゃん何食べる？ソーセージ。ソーセージ。じゃあ葉っぱと、少し遅うん、どんぐらいいってる？あ、こんぐらい。あんまり多いとあれだよね、なんか、うん、いい感じに。よし、ちょっと一回置いておいて、葉っぱちょっと開けてね。ソーセージと、ソーセージ、あ、どうする？この辺はいりますか？いらない？トマトとチーズ、チーズ、うん、トマト入れる？トマト入れる、うん、はい、みんな大丈夫？巻き巻き、そんなもん巻き巻きする。一回ケチャップとか入れる？別に入れない？ちょっとかける？ケチャップちょっとかける？はい、ソーセージにかけとこうか。ちょっと、はい、はい、巻き巻き、うん、巻き巻きは、あ、そこじゃないよ。やる？ここ、こうしたこう折って、うんうんうん、結構しっかりめにやった方がほのちゃんは食べやすいかな。ギュッて、はい、これの方が見やすい。うん、あ、いただきました。いただきます。食べられません、ついてきた、うん、食べれ、食べれる、うん、じゃあ、でも、あーんって食べないかい。食べれまちゃって書いてある、うん、なやつがあった。あと、ものによってはあるから言ってね、追加とか、うん、食べきたらもう一回食べる、うん、うん、なんかいかな、うん、みんながね、フォーク使いませんね、やはり。フォーク、何で使わないの？なんかそういう時期あったよね、この時、うん、あ、見て、お、いただきます。うん、うん、うん、みなちゃんもいただきますしてるね、うん、フォーク、フォーク、
緑。違う違う。持ってすらな。そうそう、それ、あれ。持ってすらないんだけどね。な、おにぎりは手でいいよ。うん。そこもくれ？うん。近くにします。あ、なんだろう。俺、鮭チリウッペ食べたのかな、これ。だからね、近くしようね。うん。そのうちまたほのちゃんもね、手作りピザとかね、作りたいね。うん。あとね、ピザ作る？今日は作んない。今度だって。うん。前も作ったもんね。前も作った？うん。ママ、前もピザ作ったでしょ？うん。聞いてた？で、みんながさ、レタス欲しいらしいんだけど、食べれるかな？どうだろう、食べれそうなんじゃない？ちょっと食べてみる？ソーセージ食べればそれ。あ、おう、あ。な、いらないって。レタス？うん。ねえ、ねえ、ちょっと端っこいとこに、お、そう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 、ポタポタ落ちてるね。今トルティーヤが上顎に全部くっついてびっくりした。人参だけ取らないで食べないよ。おおおお、なんか口に鼻が出てる。今トルティーヤ巻いて食べたいんだって。みんなもみんなも多分これトルティーヤだけならいけそうな気はするけど、うん、まあ大丈夫だよみんなと。大きくなったらあげる。うん、うん、なんか噛み切れなそうだよね。みんな。かな。なんかあんまり噛まないじゃん、この子。噛みちぎるみたいのがあんまり。ぬーちゃんはできる？うん。うん。サラダチキンとかでもいいんだね。何書いてある？考えてなかったわ、サラダチキン。何書いてある？こんなの入れたらいいよって書いてある。ほんじゃ次何にする？こっちにする？うん、いいんじゃない？まずお野菜か。
お野菜、お野菜ね、ハムにしようか。ハムとブロッコリーも入れるね。パンパン。ブロッコリーと、ふみちゃんとマヨネーズ食べるんだっけ。あ、食べるんじゃない、持ってくる。うん、マヨネーズかける。あ、そうだ、書いちゃう、ハート。ハート。ハートはいらないじゃない。ハートいらない、うん、ハートがいい。ハートママが書いてあげよう。あとトマトも。いらないのみんな。いらないわけないでしょ、みんなと。こんなもんかな。ちょっと見てられる、うん、ハート書くから。あれ、チーズは、いらない、いる、どっちでもいいよ。いる。ほら、ひめと。これさ、うん、はい、のトマトがハートみたいだね。ちょっとでいい？うん。ハート。おう。はい、じゃあパパ巻いてあげてください。チーズなくなっちゃうからさ、冷蔵庫からチーズ持ってきた。これじゃどのぐらい食べるだろう。どうだろうね。そんなもう食べないんじゃないかなって勝手に思ってるけど。前回とかは2枚な気がするよ。うん。これ全部食べた。うん。もう一回食べれる。本当？でもパパ気にせず食べちゃいな。あの、足なかったら切ってくるから、あのトマトとか。うん、また来てくる、もはや。もういや、別に大丈夫だよ。大丈夫、いっぱいあるよ、今日買ったから。大丈夫、みんな、どうした。あー、いっぱいある。うん、トマトいっぱい、ミニトマトも、今切ったトマトもいっぱい。フルーツがいっぱいあるの。フルーツも買ったとき、あーい、何でした。みなと、どうした。あ、お水、トルティーヤ、みんなは食べちゃダメですって書いてあった。みーちゃんちょっと早いですって。みなとはまだ早いよ。みーちゃんはいいんで。うん、おいしい。マヨネーズ。うん。ああ、ケチャップかと思ったのかな、大きい方。ハムに、うん。ハムにマヨネーズかけてるよ。ハムにマヨネーズ。うん。あ、これもう一個入れちゃってた。うん。
いらないの？うん。やめちゃったね。なんか相当お腹減ってない感じがあんまり野菜食べなくなっちゃったね。うん。なんか野菜食べないと大きくなれないよ。僕なお前が。この方がもっといろいろ食べなかったよ。うん。そうだよね。最近は食べるけど全然食べなかったよね。食べたら大きくなる。なんかさ、毎月やばいっぽいんだよね、身長体重。うん。わかんないんだけどさ、今月測ってもらってたかなって。そっちからちぎったらさ、こぼれちゃうからさ、そっち食べない。こっちから。ほら。せっかく巻き巻きしてるのに破れちゃうよ、そっち食べたら。そっち食べてたら破れる。うん。何もしてないよ、みんな。あーん。うん。うん。うん、そう、ほんとだ。虫だ。ちっちゃい虫いたね。ママ、ちっちゃい虫いた。うん、虫、うん、ね、ふのちゃんの虫はなんかついてないわけないよね。ふのちゃんダメだよ。ね、あと、おにぎり食べれば。うん、うん、あ、うん、あ、食べるの飽きちゃっただけ。赤いのはピーマン。ポンちゃん食べてみる。ほんと食べる。うん、1個ずつとか取っちゃう。そんないらない、うん、いいんじゃない、1個ずつ。じゃ失礼します。ポンちゃんのお皿くれますか。入れて一緒に食べる。確かにその方が食べやすいよ、ね、食べる。この間に入れて、大丈夫だよ。一回水飲むわ。これは溶けた。あ、落ちた。溶けたんじゃない。うん、うち氷作ってないタイプのお家なのよ。食べようか、みなちゃん。お腹減っちゃうよ。あ、もっと大きく。あーんって。夜食いしん坊だから。あーんって。大きくない。うん、そう。うん、パクって、あ、ダメ？ピーマンダメ？ダメ？うん。今やっぱダメだったみたい。あ、そうなの？結局。え、やめなさい。味？ついてない。ついてる、ついてる。はい。ね、みなちゃん。パパ。みなと。ごちそうさまする？しよっか。ごちそうさまでした。うん。ごちそうさま。